今日はドイツ北西部の町ケルンに来ています。ケルンの街を歩いて今ドイツでどんな車が流行っているのかについて見ていきたいと思います。このケルンという街なんですが、ライン川の流域に位置していまして、街の規模としては100万人ぐらいということで、そんなに大きな街ではないんですが、この流域 そのドルトモントとか、デュッセルドルフ、レバクーゼンなんかの街を全部合わせた人口は約1600万人と言われており、ドイツで最大の都市圏となっています。なんですが、自動車産業の影響という意味では、例えば、ポルシェやメルセデスベンツはシュツットガルト近郊に位置していますし、BMW、それからアウディはミュンヘン近郊に位置していて、フォルクスワーゲン、それからオペルなんかも、他の街にありますので、地域としては自動車産業の影響がそんなに、見られない街なんではないかと思います。ケルンに本拠地がある欧州系の自動車メーカーというと欧州フォードになりますね。あとは日本の自動車メーカーなんかもケルン周辺に本拠地を持っています。じゃあケルンで今どんな車が流行っているのかをちょっと見ていってみたいと思います。ホテルの目の前の通りに来てみました。さすがに、フォードの欧州フォードの企業城下町だけあって、フォードの新型エッジですねが止まっていますね。これは ST ラインと書いてあるのでちょっと高いグレードですね。次、ドイツのフォルクスワーゲンと並ぶ国民車オペル、これはインシグニアでしょうか。それから、次はアウディですね。これ先代ですけど S8 ですね。その次に見えるのはメルセデスベンツのトランスポーターと、ポルシェが止まってますね。パナメーラ、4E ハイブリッドですね。これケルンの街を歩いて思うのは、このプラグインハイブリッドの車は、非常に増えていると思う。それから、ベンツはタクシーは E クラスディーゼルですね。こっちに止まっているのはアルピナ D3 でしょうか。最後に、これは V クラスの、これは多分ホテルの送迎車か何かなんでしょうね。ホテルの前っていうのは、トレンドの車が止まっていることが多いですが、およそこういう車が止まっていました。テレビ局のスタジオがある近くの通りに来てみました。BMW の1、アウディの3、シュトロエンのスペースツアラーという乗用車ですね。それからメルセデスベンツの S クラスにオペルのミニバン、フォルクスワーゲンパサートバリアントで、セアトのレオン、またアウディ A3 スポーツバックにフォルクスワーゲンゴルフ、次は何でしょう。あ、これは日産かな、日産のノートですね。その向こうは新型の BMW X5。さあ、果たしてどうでしょう。ディーゼルなんでしょうか。X530D と書いてますね。で、今行ったのも新型の A4 でした。そして、ホンダの CR-V。ああ、日本車もね、結構やっぱ多いですね。このケルンとデュッセルドルフのエリアは、日本企業が多く入ってきているエリアで、比較的日本文化が浸透しているんですが、三菱の、これは、ASX。それから、シュコダ、ファビア。その先がスマート4-2カブリオレに、これはボルボの V40 でしょうか。そして、オルクスワーゲントワレグ。あとはこんな感じですね。オペル、フォード、フィアット、アウディと。結構、アウディが目につきますね。あと、硬い人は、メルセデス・ベンツに乗ってる人が多いのかなと。新型の車は、メルセデス・ベンツ、アウディが非常に目につくなと、皆さんも思われるんではないでしょうか。フォルクスワーゲン、ゴルフ、ファイブ、トヨタ、アイボ、ミニクーパー、カブリオレ、ゴルフ2なんかもいますね。そして、メルセデス・ベンツ S クラスに CLS350D。こんな感じです。ドイツ車9割。ドイツのプレミアムブランドが
半分ぐらいですかね。あ、BMW i3 がありましたが、これはドライブナウなのでカーシェアですね。あ、また日産がいますね。日本車やっぱ長持ちするんでしょうか。結構ね、20年ぐらい経ってる日本車があちらこちらにいる印象があります。だから、まあ、最近はね、ドイツの車が売れてるっていうことですよね。やっぱ景気がいいんでしょうね、これは。結構この、急速充電型ではないんですが、200ボルトの30アンペアとか16アンペアとかの、公共充電っていうのが増えてきてるように思います。結構ね、この電気自動車じゃないけど止めちゃってる人とかもいるけど、まあ BMW i3、それから、オペルのアンペアなんかが止まってますね。この隣もこれもプラグインなのかな？これは違いますね。次は交差点に立って、街を流れる車を見てみましょう。E クラス、タクシー、ジャガー、フォード、トヨタ、日産、フォード、フィアット、ダチア、メルセデス・ベンツ、ワーゲン、アウディ、マツダ、フォルクスワーゲン、フォルクスワーゲン、ベンツ、セアと。こんな感じですね。あ、こっちにもマツダが止まってますね。やっぱりあれなんですかね。欧州マツダの本拠地近いだけあって、マツダ車多いのかもしれませんね、これ。この向こうはフォード。こんな風にやっぱ地元企業の影響ってあるんですね。あ、こっちにもね、ND ロードスター。あっちにも ND ロードスター。そういう車がね、オープンカー楽しい季節だから走ってるのか。GLE クーペ。これね、GLE クーペ、ヨーロッパですごく見ます。売れてますね。まあ、およそこんな感じの車が多い街なんですかね。BMW 1シリーズ。ルノー、ワーゲン、ベンツ、トヨタ、ワーゲン、ルノー、こんな感じです。プレミアムブランド系 SUV すごい多い気がしますけど、そうじゃない、普通のブランドはむしろコンパクトハッチ、ファイブドアのハッチや、それからステーションワゴンが、ね、多いという印象ですね。こっちにもマツダの CX-5 来ましたね。やっぱり多いな、これ。いかがでしたでしょう？ケルンの自動車事情をちょっと見てみました。商用車は、フォード。あれ？こっちもフォード。これこんなにフォードが多いのは何かフォードの関係の会社がここにあるのかなと思っちゃうぐらいフォードが多いですが、まあ BMW、ミセアと。ボルボ、アウディ、それからトヨタ、フォードがちょっと多いのは、これはやっぱり土地柄なんでしょうね。他の街ではこんなに、欧州フォードの車って見ない印象がありますが、ケルンは多いですね。ので、ケルンの、自動車トレンドをまとめるなら、意外に SUV が流行っていない。そして、個人的には、年配の人にはメルセデス・ベンツ。それから、40代ぐらいの人にはアウディがやっぱり人気なのかな。でも、SUV 乗るなら BMW。もしくは、1シリーズはすごい走ってるなっていう感じがしますね。